はい、テオチャンネルのママです。はい、今回は本日7月27日オープンベントラックスの直営店に来ております。イエーイ、おめでとうございます。来ましたね、ついに。ついにオープン。なんかもう前もっていろいろ上げてるの見ててかっこよさそうやなと思ってたけど、実際来たらもうほんまにかっこいい店舗。いや、楽しみな。楽しみです。早速中見ていきましょうか。あ、中ちゃうわ。外も展示品が結構あるんで、そこからちょっと紹介していきたいと思います。はい、まずこちらベントラックスさんでは初めてのテント発売されたということで、新しく出たやつですか？新しく出たテントです。もうなんかドーム型やけど、こう上に長い感じのドーム型で、こう入っても、おお、めっちゃ天井高い。ママさんちっちゃいからな。俺183センチの形やわ。183。すごい、全然いけるいける。高いね。ちょ、天井高い。え、天井もこれ。うん、もしかしてメッシュなの？そう、メッシュが結構メッシュ部分が、あ、すごい、数えて1、2、3、4やろ、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14メッシュ。14メッシュっていう数え方あるの？14メッシュや、すごい。14メッシュもある。だからちょうどいい感じに自分好みのね、風通し黒やけど、夏でも使えますね。14メッシュもあったら、もうほぼフルメッシュみたいなもんです。フルメッシュや、ほぼ。え、すごい。なんか中も広いんじゃない？広い広い。今4個椅子置いてるけど、これとこの前にも同じように、そう、もう2脚ぐらい置けそう。広いな。あ、33？ 33。広いね。広い。これいいで。これってちなみに値段とかも分かるんですか？値段はね、後で聞いてみましょう。あ、分かります。あの、表示がないので聞いてみましょう。聞いてみましょうか。おい、あ、店内いつ行くね。行こうか。ちょっとリラックスしすぎたわ。ちょっと店内行こう、行きましょう。ちょっと店内入ろう思ったら、これ見てください。私たちのお友達の名前が、ツッチーとオリーブさんの名前がありました。かわいい木送ってる。すごいね、贈り物が立ち並んで。早速入っていきましょう。なんかすぐにこちら目についたのが、関西初ブランドのホドさんのペレットストーブがめっちゃ可愛いんですよ。ここからペレット入れて、わーって自動で燃焼してくれる。これめっちゃ可愛くない？ほんで煙突もちゃんと伸びるから、ちゃんとテントの煙突穴から出るぐらいの長さがちゃんとあるから、絶対可愛いと思う。これこれであったかかったらめっちゃ良くない？あったかいやろ、ペレットやねんから。で、まあ、薪ストーブのペレットバージョンみたいな、ペレットで燃焼させる。楽っちゃ楽ですよね。掃除も多分楽やから。へー、今年の冬はじゃあペレット、ペレットストーブ何か言っちゃいますか？いっちゃいます。いっちゃいます。あの、もうちょっと待ってください。バイオメタノールとするペレットやバイオや簡単やで、絶対。しかも値段めっちゃリーズナブル。そう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 、マキストって絶対10万超えるやんか。10万前後か。まあそんなことはないけどな。安いやつもありますけどね。
せえけど、まあ、いいの買おうと思ったら、そうそうそう、全部揃えよう思ったらさ、うん、高いけど、これはもうリーズナブル、リーズナブル、いいっすね。うん、5万円やから冬までに貯めますわ。お、マジ受注生産品やからね。受注生産もう頼んじゃったらもう確実に貯めらなくなっちゃうから待ってくれよ。いやでもいつでも冬までに狙うべき商品こちらじゃないでしょうか。はい、はい、で続きましてホドさん、焚き火台、これがフレームボックスですけどね、これこうこうこうしてここでね、なんか個人的にはすごい一番気になる。あ、気になっちゃった、うん、そう、ロナ変わらへんし、え、お値段、お値段3万円ちょいです。ロナ、ね、うん、1万円ぐらい安い、うん、あ、多分4万5千円ある、うん、そう、もうで、ここでね、なんか焼いたりもできるし、いいっすね、うん、網網置いて焼き鳥焼けるし、なんかそのちょっとロゴがビリタイチックな感じがして、下の英語の文字が分かる、好きそうやな。まあ、男なんで、サバイバルなんで。男って漢字の感慨って、それ男やろ。いや、これはもう、すごい男の人が好きな、黒、マットブラック。で、コンパクトやから、めっちゃいいと思うよ。これがだからさっきのペレットストーブと同じ。そうそうそう。ですよね。そうです。大阪発の。大阪発の、ホドさん。ホドさん。これからこれは要チェックじゃないでしょうか、ホドさん。はい、はい、続きまして鉄山さんのこれですね、アイアン、あ、じゃあアイロンウッドラック、アイアン、アイロンラック、アイロンウッドラック、パパさんすごい気になってたけど、これだから、その一つな感じが、うん、確かに、あ、下は、ここは木で、そう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 、ここが鉄、これあれやな、ちょっとしたコーヒーとか入れるのいいっすよね、うん、なんか棚にこうポンって置いちゃえば、うん、なんか簡単に使えるというか、うん、コーヒー豆とか置いたり、うん、いろいろ並べるのに、ちょっとしたもん並べるのにいいな、なんか可愛らしいなと思って、うん、ここら辺も好きやろ、多分。そう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 。うん、この感じね。この感じね。うん。でお値段もね、お手頃で8,800円。鉄山さん。鉄山さん。で焚き火台はもう売り切れっていうことでね。焚き火台売り切れちゃったんですよね。売り切れ。もうお手頃価格やし。もうね。このね。サイズ感の割にすっごい値段が安い。安い。これやばいですよね。ほんでちょっと底上げしてるから、これがまたあの。何座った時にちょうどいい高さ、芝にもね、うん、優しいですわ、優しい優しい、ソールドアウトになってます。残念、初日で。はい、次はあのジオメトリカさんっていうメーカーさんのシェード、あ、すごい、あのこの線の部分は糸っていうの、これ糸ですよ、糸の太いバージョンみたいな、糸です、糸です。すごい、ほんで黒と白があって、黒は今飾ってあるみたいな、すごいかっこいいで、うん、なんか新しいよね、新しい、もっとついていけないっすわ。いろいろ出てくるね、シェード系はみんなほんますごい考えてる。で、これ最近見かけたこのバッカス、バッカリスです、バッカリ。最近見かけてってね、最近覚えましたね、バッカリス、バッカリスさん、これめっちゃ可愛いんだけど、枯れ木、うん、ランタンスタンド、ネジネジが得意なんですよね、うん、バッカリスさん、バッカリスさん、このこれ見て、このセットめっちゃ可愛い、ゴールゼロのあのツイストベルトかな、おゼロキャップ、あ、はいはいはい、のやつ、もうこれ全部セットでついてますわ、あーほんまや、これすごいやん、このこれ見て、猫やん、猫、あー
こうなってるね、こうなってるね、これあ、そうなってるね、これ、はい、くしょ一瞬何言ってんのかな枯れ木、枯れ木っていうランタンスタンドやねんけど、めっちゃかっこいい、すごいな、これはかわいい。で、びっくりしたのが、なんとベントラックスとテリトリータスクがコラボして作ったこの天板なんていうの、天板ですよね、天板とこのランタンシェード、わー、マイディアオジャゼル激推しのテリトリータスク、そう、びっくりした、めっちゃかっこいいね、ほんでまだ、あ、販売はされてないな、そう、販売予定の天板とシェード、いいっすね、うん、今なんかさ、うん、まあ、これあくまでも個人的な意見なんですけど、はい、いいものをやっぱある程度の値段で買いたいな、あー、ほんで長く使いたいな、長く使いたい、うん、やっぱりそういうの安かろう悪かろうじゃないけど、うん、やっぱり安いのってなんとなく自分的にはあんまり大事にせえへんで、あー、確かに、なんかこう思い入れも持たれへん、うん、それが悪いって言ってるわけじゃないけど、まあ、こういうしっかりしたやつ、うん、いいなって思えて、そこそこ値段のするやつも、テンション上がるしな、テンション上がるし、個人的にはなんか好きやねんな、そうやんな、確かに、もうしかもデザインとかな凝ってるからやっぱり、まあ個人の意見です、これは、これ見て、すごいホヤの種類が豊富で、初めて見た、ディレクションアウトドア、うんうんうん、こうスガルのビードロ、スガルのビードは、うん、ディレクションアウトドアなっちゃらって、あ、ツール、ディレクションアウトドアツール、で、あの青森 のキャンプショップ、あ、そうなんや、すごいよ、青森のキャンプショップ、あ、スガルビードロ、うん、すごいよね、この小屋、そう、やっぱスガルのビードロって有名やんか、初めて見てんけど、うん、めっちゃ可愛いね、やっぱり一個一個の個性がすごいあって、なんかいいよな、うん、今までにない、うん、でこの形、この雫みたいな、うん、ちょっとグラマラスな感じの形のやつが実際つけて、さっき見せてもらってんけど、誰が考えたの、かわいいね、このデザインをキャンプにぶち込もうって誰が考えたの、そうやね、めっちゃすごない、すごい発想が斬新よな、いや、こうな、もともとあるようなそういう伝統的なデザインと、うん、こう、ぶち込んでくる、そう、そうやね、やっぱり新しいことを考える人ってめっちゃすごいよな、それが合ってるもんな、うん、これ、見たことないもんだって、いや、もうキャンプ場で気になるもあります、いや、これはもう、激推しやな、うん、可愛い、オイルランタン好きな人絶対いいと思う、可愛い、はい、これはベントラックスさんのテーブルなんですけど、ウォールナットでできてて、このね、木の板が、あれこれちゃうな、ちゃうな、これじゃないですか、止まんない、これがだってこうでしょ、あ、そういうことね、あ、まっすぐ入んの、うん、これすごない、拡張テーブルにもなるし、なんか販売予定でしたっけ、販売予定のテーブル、面白いな、サイズ的にちょうどいいサイズ、うん、ソロとか持ってこい、次はちょっともう一個足そうみたいな、そうなの、うん、テーブルにテリトリーに足しちゃう、テリトリー足し、テリトリー足し、しかもこれテリトリーとのコラボやで、へぇ、この天板もテリトリーさんが作ってる、ハーフユニットの、そう、ハーフユニットとそのフルユニット、うん、天板があって、これ安ない、3980円やで、かっこいいし、ちょうどでもあれじゃないですか、我が家、ね、
ユニット不足に陥ってる。ユニット不足。ケーブルばっかり増えてこの前シェルコン入れたもん下にな。ユニット不足でシェルコン入れちゃうっていう。これいいな。これいいだよね。これいいわ。これいいっすね。ベースがメインで、これフラットバーなんですか。みんなでグルピアンメインとか。あ、はいはいはい。でも自分で自分で料理したいっつって、ここにサイドにこれ持ってったら、なるほど。俺このサイズが欲しかった。あめっちゃ便利やん。ちょっと運ぶのにも。で袋付きやし。あ、袋付いてる。あ、これ？これ袋付きで、しかもこの袋もめっちゃ考えて作った。ね、袋ね。よこしょ。ここに全部板が一枚一枚入って、でしかもウレタン入ってあるから傷つけへんし。でプラスよここに大きな一枚あるってことは。一枚分の。プラスバーナーも入るし。もう熱も入るし。めっちゃいいやん。おそう、ケースって意外となんか困るときあんねん。天板とか。こっちもこっちも。両方ともケース付き。あ、そうなん。これはいいよ。いや、めっちゃいい。これやろ。やっぱり。うん。これね。2枚取る。プラットバーナーみたいな2枚余るから。いや。だらこっちでしょ。さすがやほんまにキャンパーが欲しいって望んだものができてるから絶対いるやん。これの後やんね。で、真鍮ね。真鍮じゃない部分ここくらい。あー、うん、あーで、ちゃんとね、これね、真鍮好きにしかわからないんですよ。真鍮好き。あの、全部ネジをマイナスネジにしてはい、はい、これ真鍮好きにしか、はい、これなんでマイナスなんだろう。真鍮好きやったらわかるんで、よいわんですよ。もう愛情が詰まってるやん。これは予定は発売予定4月か9月か、そう、これぐらい。この天板で私は私もできるから、これがね、そう、このやつがね、そこに入るんですよ、ね、もうブルキャンの商品やきれいに重ねるかこう置いてるんだ。だからこれをみんなでもし持ったり、人同士が連結ができたりとか。これはすごいいいと思う。これ面白いぞ。面白い。これどっちか1個買ったらもう1個欲しいなるやつや。そうそう、どっちか買ってもうたら、ああやっぱいるなってなるやつ。そうそうそう、大きいやつもいるな。もうどうせ考えたらもうあの両方買ってください。はい、両方買ってください。面白い。面白い。これはいいわ、このテーブル。はい、そしてこちらのショップさんではなんとジェラートとコーヒーが楽しめるということで、実際私もちょっと購入してみたいと思います。じゃあ私あのベントラックスチョコレート食べようかな。僕はチャオペカンシューのベントラックスグレーにしようコーヒーを、アイスコーヒーを、はい。シングルのチョコレートですね。はい、見て、200円になります。はい、じゃあ、OK、ページ。はい。ベントラックスチョコレートいただきます。うわ、すごいっすね、こうやって。すごい真っ黒やで。くつろげるってのも。うん。ちょっとやっぱギア買うときって、時間かけたいですもんね。そう。一回クールダウン。一回眺めて、自分が使ってるとこ想像しながら考えたいよね。ちょっといただきますよ、チャオペ監修の。うまい。最近俺ブラック飲めるようになったからさ、コーヒーの味分かってきたんや。うまい、すっきり。おいしい。めちゃくちゃ重いね。真っ黒やな、ちゃんとチョコレート。めっちゃ重い。これめっちゃ美味しいわ。いいな。うん。キャンプ帰りな。あ、そうそう。
あの渓流園地めっちゃ近いんですよだから帰りとかに寄ってちょっとジェラート食べていこうやって。そうだ、帰りは感覚でもね、寄れるやん、うん、どうでした。いや、やっぱり品揃えというか、まあ新しいのが結構あったから面白かったわ。いや、かっこいいっすよね。かっこいい、安定の、うん、ほんまにかっこいい。これからもうガッツ行くんじゃないって。そうもうきっかけてんのかな。うん、出てるね、うん、よく 見出したってことは、うん、ブランドさんもあるんで、ぜひ皆さん来てみてください。ベントラックス直営店面白いです、うん、おしゃれやしね、落ち着く空間やし、ジェラート売ってるね、お姉さんめちゃくちゃ可愛かった。可愛い、アイスいい。もう癒されに来てください。ギアとお姉さんにって言うたらもう男の人がもうわざわざ見てもらうやんかはい、じゃあ今回はベントラックスさん直営店オープンということで、おめでとうございました。おめでとうございました。本当に食べて、そうですね、買って、ちょっと味わってね、うん、いいもの購入して、はい、帰りましょう今回の動画は以上です。はい、またね、次回の動画でお会いしましょう。ね、これ大阪は岸和田なんかな。岸和田、うん、もうちょっと高いですから、ね、うん、岸和田のベントラックス直営、うん、皆さんご一緒にやってください。やってください、どうぞ。はい、あ、もう聞こえなさい。一応画面の向こうで聞こえ出してください。はい、じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイ。Thank you。あ、うまい、これ。うまいわ。